ここなら釣れそうだな。遊具の宝石を展開。閲覧インターフェースを展開。
私の番です。俺の番だな。やっぱり気分がいいものじゃないわね。適正個体は当然排除しますが、なんだかかわいそうになってしまいますね。眠らせてあげよう。僕たちで黄昏。敵発見、制圧します。神道め、見たか、八王が。発見、制圧します。ビビゾン、アンダー、戦闘終了、お疲れ様でした。
ラインフォルトにとって今は試練の時、同時に新たな第一歩でもあるでしょう。今後はあなたにも第四開発部室長としてさらなる成果を出し続けてもらうわ。せいぜい頑張ってみなさい。私たちの娘として恥ずかしくないようにね。50% ほど攻略したようだが、ペースが遅いな。さっさと目的地にたどり着くがいい。無茶言わないでくださいよ、博士。第二の商用祭じゃないんですから。すまなかった、リン君たち。慌てず慎重に攻略を進めてくれ。了解です。お二人も以前みたいに戻ってよかったな。戦闘を開始します。バトンタッチです。任せてちょうだい。とっておきを見せてあげるわ。気高き光よ、我が元に集え。こんなもんね。ついてるな。クーちゃんもなかなかやる。今回とは関係なくまた遊びたいね。ミリアムさん、今回の当事者なのに何て言います。まったく、少しは緊張感を持つがいい。
強そうだね。でも面白そう。させるか。お返しだ。おのれ。どうやら無事にたどり着けたようだね。最後に一つだけ忠告を残そう。技術を生み出した者がこの世を去っても技術そのものがなくなるわけではない。そしてどんなに素晴らしい技術だとしても使い方次第で災いを招くのは同じだ。だけど黄昏を乗り越えた君たちなら何があっても大丈夫だと信じている。アリサ、リンク、他の皆も、僕の愛する人たちを、帝国を、未来を、どうかよろしく頼んだよ。
ありがとう、みんな。ここに来られてよかった。また父様に会うことができたから。そうか。ヒシシ、僕もガーちゃんと会えてよかった。ありがとね、ユーシス。アーちゃん、リーンにアリサも、それからグーちゃんもね。これにて一件落着。